ません。ブルーイーターじゃねえかよ。久しぶりだな、ブルーイーター。あい、お前何年ぶりだ、ブルーイーター。ブルーイーターじゃん、マジで。マジで青食い。こいつ、ブルーイーター、え、待って、ブルーイーターが赤い方。え、赤い、青い方がレッドイーター？え、俺勘違いしてるか？ブルーイーターはね、相当立ち悪いよ。時代は変わったんだな。7年前の俺はブルーイーターに手こずって20分時間かかっていた。だからこの7年間の間に俺は成長したんだ。お前は良くも悪くも変わってねえな、ブルーイーター。また会いに来るぞ。経験値やば。めっちゃ寄ってくるじゃん、ブルーイーター。なんか自分の子供のようだ。紛らわしいな、こいつらマジで。なんか結構さ、ドラクエ5だとさ、終盤に出てこなかったっけ？すげえ、ベギラまでその威力。ベギラゴンだったら200ぐらいいくんじゃない？全然仲間呼ばねえ、こいつら。お前友達、ああ、まあそうだよな。あの頃25ぐらいだっただろうから、ブルーイーターと俺多分ためだから25ぐらいだろう。そりゃ32になれば仲間もいなくなるよな。だからブルーイーター。お前は一人でも強く生きれる。強く生きろよ。まあそうだよな、おそらく家庭とかも持ってよ、仕事もさ、中間管理職になってよ、あの時みてに群れていられねえんだよな。お前はお前らしく生きてくれよ、ブルーイーター。ここに来ると心が和むぜ。俺はブルーイーターと一緒に踊ろう。すげえかわいい、なんだこいつら。てかなんでドラクエモンスターズでブルーイーターいねえんだよ。見てくれこれ、足の遅さ、誰も追いつけねえだろ。見てこれ、クソかわいい。ほらおいでイーター、こっちおいで、みんなご飯の時間だよ。ほらおいでブルーイーター、こっちおいで。ほらブルーイーター、こっちおいで。みんなでアイテム取り行くよ、みんなで。ほらこっちおいで、ついてきて。ピッピピッピピッピ、いいね。おい邪魔すんじゃねえよ。ふざけるなお前、今俺とブルーイーターが仲良く喋ってんのによ、嫉妬してきやがった。お前ドラゴンだからってチヤホヤされると思ってんじゃねえぞ。俺はお前なんか眼中ねえからな。俺が眼中やるのはブルーイーターとローだからな。見れてるか、ほらこっち来いブルーイーター。お前らちょ、来んなよドラゴン。お前ドラゴンだからね、チヤホヤされると思ってんじゃねえぞ。俺はもう本当にお前に興味ねえからな。ブルーイーターの個人情報ください。ブルーイーターのツイッターフォローしよう。あいつのことをもっと知りたい俺は。みんななんで俺がブルーイーターこんなに可愛がってるか全然意味わかんないやついっぱいいるよな。初見のやつとか絶対意味わかんないよな。新参とか、お前うんこちゃんのドラクエ5パート93章な。俺好きなんだよブルーイーター。ドラゴンクエストのモンスターの中で一番好きなのはドルイド、2番目がブルーイーター、3番目があのドロヌーバです。誰一人としてスポット、フォーカス当ててくれない。なんだっけ、あのポケモンのさ、メガ進化してほしい。ブルーイーターメガ進化して天使眼みたいに腕4本になってほしい。そしたらもっともっと人気は上がっていくんじゃないの。